はい、調子と兵をこきながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。ドラゴンクエスト3最終回かな。よし、行くぞ。トロールキング、よし、行こう。変換度率が高いぞ。あ、閉じ込められた。どこからともなく不気味な声が聞こえてきた。我らは魔王の部屋を守る者、我らを倒さぬ限り、ほら、先は進めんぞ。よし、ダイナマジンね。あー、これ防御にしてね、倍切るとおかけだな。先に攻撃するしね、こうやって。また大魔神。よし。来た。お、危ねえ。ああ。起きるかけよう。うー、生き返らない。嫌なタイミングにすぐこの一撃切ったね。あ、間違った。なんでカスラ攻撃してる。なーに。あっと、よし、バキ生き返らせないと。よし、よし。ああ、一回攻撃っつんつらいよな。ハゲたら78も食らって。いやー、よし。道が開いたぞ。ドラマな。でもドラクエ1と同じパターンだな。おお、どこにあるんだ。これ後ろにあるはずなんだよ、階段が。あった、よし。来た。でね、これルビスの塔と同じなのかな。右に、あ、そっか、右黒はね、上を、上行くね。右押せばいいんだよ。よし、オッケー。右黒上押せばいい。オッケー。左黒はね、逆なんだ、さっきと。右行くには上押せばいいのかな。よし。おう、敵。これ、どっちだったっけ、黒。右黒だったよな、確かな。あれ、どっちだった、これ。左が右押せば、そしたら。よし。右黒、左行くには上押すのか。上行くにはどうしたらいいんだ。右押すのか。よし。右黒だから、右押せばいいんだな。上行くには。
右黒だから上を押せば、上行くには右を押せばいいんだな。右黒だから上行くには右を押すと。よし、賢者の石を手に入れるぞ。魔法カンタ、防御防御メラゾーマ、おお。HP どれぐらいあるんだろうね。ハイキルト入れなかったかな。先制攻撃されると辛いな。しかも2回攻撃かい。あー、カツラも。そっか。よし、あ、あとベイホマそんなに唱えられないぞ。あー、ダメだこれ、戻ろう。まずいわこれ。もうちょっとなんだけどな。もうそろそろオルテが出てくんじゃない？結構もう MP なくなってきたぞ。なんと一人の勇者が怪物と戦っている。オルテガなんだよ。なんでオルテガ盗賊みたいな。イングヒドラやられるんだっけ。炎を吐いた16のダメージ。頑張れオルテガ。眠れなかった。汚いね。結構 HP 高いじゃん俺ってか。お、ベフも唱えられる、すごいじゃん。あー、連続攻撃だキングヒドラ。俺ってかもうまあまあ強い。しかしキングヒドラは2回攻撃だ。炎入った22。あ、俺ってかどうする。ベフも、あー、連続攻撃食らう。ラリホー、ラリホーはまずい。ピンチ。ラリホー先引かないのにまた、ラリホーをやってしまった。アビホーもまた唱えて傷が回復。お手が、リングヒトラー2回攻撃。結構ダメージ受けたよ。108のダメージ。炎を吐いた。お手が23のダメージ。キングヒトラー2回攻撃来た。アビホーも来るか、来なかった。攻撃した。あー、まずいぞこれは。そろそろ HP が、オルテガの HP がそろそろ心配される。あ、オルテガ攻撃。まだ死なない。キングヒドラ。さあ、どうだこれ。持ちこたえることができるか、オルテガ。まだ耐えた。あー、ラリフォー。やってしまった、ラリフォー。あー、オルテガ。キングヒドラの前で。破れた。
私はもうダメだ、そこの旅の人よ、どうか伝えてほしい。私はアリアハンのオルテガ、もしそのたらがアリアハンに行くことがあったなら、この国に住むおかきを訪ね、オルテガがこう言っていたと伝えてくれ。平和な世界にできなかったこの町、この父を許してくれとな。あー、おかき、この場面で父親を見てしまったか。おかき、これも最初に見たオルテガがなんと死の立ち会いとは、なんと悲惨な運命だ。あ、そんなことも言ってられない。賢者の石を取りに行くぞ。はい、来た。最後の鍵。さあ、どれ行く？これね、いい。そう。左ちょっと取っちゃダメなんじゃなかった？え？これか。次ダメだ。ハゲたにしよう。あ、カツラ、カツラ。祈りの指輪。よし、オッケー。オッケーよ。これでリレミトだ。よし、雷神の剣取りに行くぞ。パワー回復してからね。うら、ラザトームだ。賢者の石手に入れればね、ラザトームの北の洞窟行っても体力回復できる。あそこは呪文が使えないからね。目的が出ないじゃん。さあ、ここはどうだ。あれ、ここも敵出ない。トロールキング、よっしゃ、出るか。出ない、残念。よっしゃ、トロールキング、あ、出るか。残念。なかなか出ないね。どれぐらい確率なんだろうね。確率。来るか。お、来るか。あー、レベルだった。あ、早くトロールキング落としてくれ、雷神の剣を。あ、出るか。はい、出ない。残念。さあ、トロールキング倒したぞ。雷神の剣来るか。あー、レベルでしたか。あげた。この洞窟一番、トロールキング出るから、雷神の剣も当然、早い時間で落とせるんじゃないかと思うんですけど、もう、時間くらい経過してるけど、一向に落とす様子がありません。なかなか落とさないね。あ、そろそろ落としてくれ、トロールキング。はい、ダメ。もうなんかトロールキングさ、100体近く倒してるような気がするんだよな。50体を超えてるぞ、もう。あ、出るか。お、どうだこれ。あー、レベルでしたか。レベルは上がるが、雷神の剣は手に入らない。あ、これ、戻るってのはなかなか難しいね。こうやってやってくうちにどんどんレベル上がって。よーし、トロールキング。ここで出してくれ。もうそろそろ出てくれ。さあ、出てくれ、そろそろ。ああ、雨か。すごい確率低いんだな、この雷神の剣落とす。ああ、出ないか。そろそろ出てくれ、雷神の剣よ。はい、残念。
ああ。よし、トロールキングがまた倒したぞ。これはなんだ、レベルか、それとも雷神の剣か、どっちか。ドゥドゥン。ああ、レベルでした。なかなか出てこんな。雷神の剣出る前にレベルがどんどん上がっていくんじゃない、このペースでいけば。もう41になっちゃったよ。では引き続き取りに行きます。あ、どうだ。よし、倒したぞ。さあ、どうだ。はい、ない。残念。いやー、これほんといつになったら出てくるんだ。もう100体ぐらい倒してるような気がするぞ。よし、また出てきた。ここね、なかなか出てこんのよ、雷神の剣が。こんだけで、ね、倒してんのに。で、出てくることを信じてやるしかない。ああ、倒したぞ。出てくるか。はい、ない。残念。出てこんな。出てこんな。落としてくれる雷神の剣。もうさ、この、トロルキング、略してトロキンもさ、倒しまくってさ、なんだかもう、これでも出ないんだからね。そろそろ出ないかな。よし、倒したぞ。トロキン。はい、残念。レベル、もう99になっちゃうんだね。雷神の剣出る前に。もうレベル99になっちゃったりして。はい、倒した。さあ、どうだ。はい、ない。よし、倒した。さあ、どうだ。はい、残念。ああ。よし、トロキン倒したぞ。さあ、出るか。はい、ダメー。あ、トロールキング倒したぞ。出るか、出るか、出るか。えい。おっと、上げてもレベルが上がった。なかなか出ねえなや。お、呪文4つ。え、すげえ呪文覚えたぞ。上げた。あ、ユナズン来た。こっちは、おー、あ、倒せ、トロキン。あー、また出ない。残念。さあ、トロキン。倒しちゃう、トロキン。出るか、出るか、出るか。はい、ダメー。残念。よし、倒した、トロキン。さあ、出るか。はい、ダメー。さあ、トロキン。今度こそ、雷神の剣を出したい。落としてくれ、落としてくれ、落としてくれ。はい、残念。そろそろ落としてほしいな、トロキン。まあ、ずっと触れてるけどね。あの、ドラゴンボールの蛇の道のような、あんなような感覚だよ、もう。いつになるのかなみたいなね。そろそろ倒す頃だ。はい、倒した。さあ、出るか、出るか、出てくれ。残念。さあ、出るか、出るか。はい、残念。さあ、どうだ。はい、残念。よし、来た。倒したよ、トロールキング。さあ、出るか。はい、残念。あれ、そろそろ出ないかね。どうだ。はい、倒した。さあ、出るか。雷神の剣。来た。来たぞ、これは。トロールキングは宝箱を持っていた。カツラは宝箱を開けた。なんと、雷神の剣を見つけた。やったー。ついに手に入れたぞ。よし。これで、ゾーマを倒せるぞ。薄いに雷神の剣を装備させるんだ。まあ、ちょっと気合が入ってしまいました。使ってみるか。雷神の剣どうだ。おお、20近く上がったぞ。皆さんはゾーマ戦で お会いしましょうかね。はい、リムルダールについて宿屋に行って体力を回復して、さらに、装備も整えました。あ、ゾーマ倒しに行きますよ。ちなみに装備はこうなってます。レベル42、勇者ね。王者の剣、光の勇者の盾、鉄仮面、ギガデン以外全部覚えてる。で、薄い戦士ね。雷神の剣、ヤブの力の鉄仮面。こちら、ゾンビキラー、魔法の弓、鏡と鉄とカブウッド、レベル41。ね。で、かけた剣じゃね。ゾンビキラー、魔法の弓、鏡だって不思議な帽子。こうなっております。では、行きますか。おっと、トゲちょ、ああ。
あ、来たぞ、ついに。これ大魔神倒したよね。合計6体。あ、いや、なかった。ピシャーってダメージ受けるからね。はい、階段。右。あ、右だな。右押せばいいんだ。あ、間違った左押す、左。逆だからね。どうすればいいのかな。よし。右。おー、いきなり敵だ。やっぱり賢者の石あると楽だな。よし。やめろ。よし、来た。行くぞ。あともう少しだ。手が固定死んだんだよな。よっしゃ。ぐるっと回るんだよ、ひたすら。回り込んで、行って下なんだよ。下だね。下に行きます。あっ、うん、HP がいい状態だよ。よし。さあ行きましょうか。うん、いい状態じゃない。おばおば、よいよ。まずはゾーマン手下と戦うんだ。ゾーマ、おかきよ、我が生贄の祭壇がよくぞ来た。我こそは全てを滅ぼす者、全ての命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。おかきよ、我が生贄となれ。いでよ、我がしもべたちこやつらを滅ぼし、その苦しみをわしに捧げよ。わあ、キングヒドラ。あら、渦に攻撃しちゃった。出た炎。あつら賢者の死、あげた攻撃。お、はげた、会心一撃。うわ、あんま強くない。行くぞ。いわ、アラモスブロス、バーハで、もう一回生きるとね。おかき。まあ、おかきかよ。薄いにすりゃよかった。最初の一旦でバイキルト攻撃を浴びさせたいんだよ。わかるか？ああ、ハゲた防御してよかった。また言うなぜ。ええー、倒したHP 結構低いんだね。よし、行くぞ。両方見てもよかった気がするな。まあいいや。アラモスゾンビフバーかね。ええー、魔法使いはバイキルとウスにしとこう。よしよし、このタイミングで出りゃいい。あー、カツラ
ちょっと待ってよ、これは。カツラ防御してハゲたを。ハゲたで、ベホミ。ベホマ。おお食らった。防御。弱いな。よし、ちょっと祈りの指輪だ。まだ使う、まだ使う。そろそろ壊れるかな。まだ使う。おお、まだ壊れない。あげたわ。よし、もう一回使おう。おお、すごいじゃないか。行くぞ。おかきを何故もがき生きるのか。滅びこそ我が喜び、死にゆくものこそ美しいよ。さあ、我が腕の中で生き耐えるがよい。ああ、どうですか。うん、ああ、違う違う。あれ、光の、あっただ。F バーカでしょ。バイキルと薄い。来た。いきなり吹雪。ああ、光の弾早く。あ、弾は一段と明るく輝く。おお、すごいな、この演出。ピシャ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 。あ、ブルーになった。闇の衣を剥ぎ取った。カツラやばい。薄い。カツラ防御してハゲたベフマラスか。おお、あ、薄い。結構食らった。よし、カツラいいんじゃない。知らない。でハゲたわは、フバハ。あー、波動、波動の後で吹雪はやめてくれ。さっきよりでもだいぶ弱まった。あー、吹雪強い。キャうっげえ食らう。波動来るかな、そろそろ。いつか波動来るかな。あ、吹雪。いやー、ちょっとすげえ食らうな。あー、波動来た。また波動来た。の方がいい気がする。うん、もう確実だ。200与えられるの。おお、こっちから攻撃してきた。よし、先に攻撃しちゃうもんな。あー、波動きた。ちょっと弱い吹雪だ。
ピニルガに来てほしいんだよね。うん、これなら耐えられる。よし、弱い。あー、波動きた。よし、やった、かわした、ナイス。このかわしはでかいぞ。あ、倒した、やった。あんま強くねえじゃん。おかきをよくぞわしを倒した。だが光ある限り闇をまたある。私は見えるのだ。再び何者かが闇から現れよう。だがその時はお前は年老いて生きてはいまい。うわっ、ぐわ。よし、リレミと。あれ何も起こらなかった。お、なんだ。あ、崩壊しちゃう。逃げろみんな。ガラ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 、ピュー。ここかい。あの宝箱はミミックがいるぞ。どうも死んでもミミックは生き残るという。よし、じゃあミミックと戦って戦うか。あ、空っぽになってる。あ、そういう設定なんだ。よし、そうかそうか、敵は出ないんだな、ここは。お、止まった。危ない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 ぞ。早く逃げろ、止まってないで。早くしろ、早く逃げろ。ギャン。はい、一回。また揺れか。空の上の方で何かが閉じたような音がした。あ、明かりだ。やったー、光を取り戻したぞ。スライムが現れたなんてならないよな。やっぱりいいね、明るい方がね、闇より。あれ間違った違うじゃないか、このハゲ違うじゃないか。こっちだろう。あ、お城なくなってる。これ ラダトームでいいのか、話しかけてみるか。信じられない、あの大魔王を倒してしまうだ。なんというお方ら。王様にまず話を。お、オートで勝手に。アリアハンは戻んなくていいのか。おかきをよくぞ大魔王を倒した。これから礼を言うぞ。この国に朝が来たのも全てそなたの働きのおかげじゃ。おかきよ、そなたこそ誠の勇者。そなたにこの国の伝わる誠の勇者の証、ロトの称号を与えよう。いらねえ。おかき、いや、勇者、ロトよ。そなたのことは、ロトの伝説として永遠に語り継がれるであろう。おう、オープニングテーマ。いいじゃん。うん。エンディングか。人々と戯れて、で町の人と話して、どこ行ってもスター扱いか。よし、隠してロトの称号を受けたおかきはアレフガルドの英雄となる。だがこの後、勇者オカキの姿を見た者は誰もいない。彼が残していった武器防具はロトの剣、ロトの鎧として、聖なる守りはロトの印として後の世に伝えられたという。
偉大なる功績をおかきが残したんだね。そして伝説が始まった。もう終わったんじゃないの？またこれからあんの？もうこれすっかり忘れちゃったな、エンディングな。こんなんだったっけ？うん。スタッフの紹介か。栗山明とか出てくるのかな。堀井雄一とか井山浩一。ああ、偉大なるレジェンドがもうお亡くなりになってる何人か。堀井先生はまだね、いるけど。時代を作った人たちだよ、ほんと。レジンベアか、これ。アキラ、鳥山、いやー。惜しいね。ドラグにキャラといえば、やっぱりもう、栗山アキラだもんな。これ、ノアニール？アナトームの洞窟なんだ。あまりかも。To be continued to Dragon Quest World。これで終わりか。いやー面白かったですね。ドラクエ3面白かったですね。この広大なスペクタル2から3にかけてね、一気にドラゴンクエストのスケールが上がったようなそんな気もします。懐かしいな。本当に久しぶりにやったよこれ。今度スーファミ版のドラクエ3も、まあ来年かね。ドラクエ4も来年かな。やってまいります。いかがでしたでしょうか。数回に分けてドラクエ3配信いたしました。本日ドラクエ3の最終回ということで。本日はこれまで。これから、仕事行かれる方、学校行かれる方、その他の方々、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。